ヘンリー・バトソン・ジョイナーは、イギリス出身の技術者で、明治時代初期にお雇い外国人として来日し、鉄道建設、測量、気象観測を指導した。イングランドのノースウィック出身の技師。王室公務局の技師長、サーベイヤーゼネラルを務めたジョン・ナッシュの建設工事を担ったチャールズ・ニクソンの下で、技術と抵抗を務めた後、いくつかの鉄道建設に従事した。 明治政府の鉄道のために、明治3年、技師長、エドモンド・モレルニと共に、お雇いとなった。後を追うように手前も来日し、弟のロバートは、鉄道領雇い、妹は、鉄道領雇いのトーマス・ライマー・ジョーンズと結婚した。翌明治4年に、工部省測量士が発足すると、測量士長コリン・アレクサンダー・マクベインに誘われ、鉄道領から転属し、副技師に就任。 以後、マクベインの下で測量、地図作成、建築映像を担い、1874年7月からは、気象観測専従となった。最初の仕事は、工学療工学高校,校舎の設計建設であった。明治7年5月、市長、マクベインが注文した測量、転測、気象観測、地震観測のための各種機器装置が到着すると、 気象観測所を測量し雇い外国人観舎のある東京赤坂青町に設置。市長、マクベインがスコットランド気象協会と結んだ支援協定に基づき、明治8年5月から6月にかけて、チャレンジャー号海洋探検隊のチャールズ・ワイビル・トムソン教授やトーマス・ティザード副隊長が内務省地理量量地下を訪問し、彼らの指導を受けて公式観測を開始した。 パルミエール式地震記録計も設置され、明治8年7月には稼働していた。明治10年、契約満期とともに帰国し、同時に東大領を退職したジェームス・マクリッチと共に、ブラジルのサンパウロの上水道建設に従事した。母国イギリスで病死。ありがとうございます。